一番下に、うん、届かないって絶対。これ押したらさ、急な坂道とか緩やかな坂道とかエコ。お出かけって聞いた。はい。お出かけ。駅しない。赤茶橋。浦添八景って書いてある。行ってみる？お、綺麗。虫がガクガク。虫にしか見えない。これなんかそんな感じのさ。草でしょ？草だと思ったら虫にしか見えない。ゲジゲジみたいな。うん。綺麗だね。朝だ。うん。可愛いんじゃない？小学校の時に夏休みに育てるの。学校で育てて終業式に持って帰るやつ。そうなの？こんなのあった。ここにあったねえ。なんかもっと続いてるよ。深いぜ。うん。すごい。これはね、綺麗な夜ではなかったね。うん。登りたいと思ったって。公園に柵がないから怖いって。うん。近づかないで。すごい、いっぱいある。水とこっちは透明だね。うん、確かな。は？こんな目が見せる。自然に癒され始めた。お家帰って新聞読みながら NHK 見る。すごい大自然にいるみたいだよ。
どっかの昔のところに朝鮮じゃない、琉球に来た琉球に来たこっけ、ここここから現実って、トトロいない？トトロよりさ、うん、小玉がいると思って。小玉張り詰めた。お、人いた痩せた？うん、うん、バッチリ脂肪燃焼してると思う。うん、戻ったんかな。じゃないよね。どうよ。サイドになんかあるけど。なんだってみんな下に行った。これ道じゃないでしょ。思い出せない。なんとか
い怖い怖い。これいけるんじゃん。あ、全然気にしなかったね、今。さあ、綺麗な景色はあるでしょうか。人がいらっしゃった。お、綺麗じゃない。3時間歩いたりしたけど、うん、チートデイ万歳。まだ食べてないよ。今から食べに行く。楽しかった。うん、ケツが痛いって、うん、ね。やっぱ車で通るのと違うよね。全然違うね。お家何？帰ろう。あ、帰る、うん。